い、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃん、 KinKiKids の P アルバム購入をさせていただきまして、私今回初回版 B で、なぜかというとこの特典映像のね YouTube オリジナルライブパート2というこの映像がたくさん見たくて購入したんですけど、前回無垢の羽を見て本当に声の響きの素晴らしさに驚いてしまったわけですけれども、これねやっぱりいっぱい曲が入ってますから、やっぱり順番もねお二人絶対にこう意図的にこう作られてるとも意味合いもあると思うので、ちょっとこの1曲目ボニーバタフライ行ってみようかと思うんですけど、これ私の動画のねコメント、皆さんが見ていただいた方がね書いてくれたりするコメントがボニーバタフライでちょっと検索してみたら皆さんのやつがいっぱい見れるんですけど、もうね1年前、これはねクールビューティーという楽曲の歌声解説をした時にコメントをくれてる方がいたと、もう1年前だから、和田大樹の YouTube さんね、書いていただいてありがとうございます。もうね1年前ですからとっくにもうね忘れてしまってるかもしれませんけども、もうねちなみにかっこいい曲がお好みでしたら、キンキにはボニーバタフライという最終兵器がありますよと書いてくれてる、あれからねもう1年経ってしまいました。これちなみに今ちょっとこれね調べて今から見るけど、この時見て解説してないよね。ちょっと自分のチャンネルでちょっと見てみようかな。ポン、あ、してないね。はい、してたら覚えてるの、このタイトルもなんかかっこいいんですね、タイトル。ということで改めてじゃあね行ってみますよ。 KinKiKids YouTube オリジナルライブパート2、順番的には一番最初に入っておりますボニーバタフライ見てみたいと思います。再生ポン。どんな楽曲か全く知らずにいつものように見ておりますけども、それでは行ってみましょう。今キュル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 とこう読んでる音がね、皆さんちょっと最近マイクを変えたので綺麗に拾ってると思いますけど、行きました。2003年10月22日井出浩二さんが作られているボニーバタフライと、さあ真ん中に浩二くん、右左ダンサーさん、後ろに剛くん、またその右左にダンサーさん、剛くんがリズムを取ってててててて、お、浩二くんから「してたちゅうせいてたらちゅう」「わちゅうあいちゅうかきゃちゅうこだら」「ベイベー」「look at my eyes and kiss me」わ、英語でずっと「If on cave is make brand new day for us but love you baby I'll be with you」か、上で浩二くんハモったと思ったら剛くんが「はいしとけ」歌ってます。意味ないドライな言葉を交わしてる。かっこいいルの出し方、剛くん。こと、月かしがい、浩一くん。愛のない未来は見れない、try、少し無理してる。かっこいいルでも、ダン、ダン、ダン、ただ抱き寄せて、浩一くん。キスをしても、心まで奪えない。難しい、低い音から高い音。さあ、剛くん。悪い遊びを教えてあげるよ。ガラクの中で、Find my mind。かっこいい。捜査長になって夜を待って時を越え、光の奇跡描いてく。足をちょっと曲げて、君は僕だけの花になって咲いていて、なんか動きがかわいい、綺麗な。抱きしめて飽きる音に、かっこいいギターの音。テカ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 テ。さあ、浩一くん。Can you see? ひらひらと、あ、掛け合いです、剛くんと。前のがミスを弾くように君を守りたい。かっこいい、剛くんのグルーヴ感。ボロボロに Let me freeze 傷ついて羽が散らたとしても、浩一くん。捜査長になって夜を待って時よ。ここいいね、ダンス。闇は切り裂いて飛んでゆく。足がちょこっと曲がって。君は僕だけの花になって咲いていて。こぼれてく蜜のような愛をもっと感情でずっと。かっこいい終わり方。君をもっと感じたいと。うわ。おしゃれなメロディー出てきたよ、今。
I too, I can too. ここはね、こういちくんの声がちょっとこうね、加工がかかって、Look at my mic, kiss me, I'd fuck kiss her. そして二人になってまた、I too, my mom will stay for us, I love you, baby, I will be for you. これはまた、ちょっと私いつもね、初めて聞く楽曲を、皆さんが見ててね、どこを聴いてるのか見てるのかっていうのを分かりやすくするためも、そして自分でもこう歌いながら、このメロディーこうだなとかああだなって、まあ、分かるためにね、なぞってみたりするんですけど、めちゃくちゃむずい、この曲。なぞれない。最初の浩一くんのこのね、英語で、タタ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 とこう、軽く乗せていくメロディー、リズムから、まあ、掛け合いもありますけど、この楽曲の、まあ、おしゃれ感もさることながら、どういう感覚っていうか、なんかですね、こう浩一くんの声、剛くんの声がこう掛け合いみたいになってくのって、なんかやっぱり最初はね、覚える時にはここのパートこうです、で剛くんはこうです、浩一くんはこうですって言って、まあ、覚えていったりすることがまあ多いんじゃないかなと思うんですけど、今こうやってパフォーマンスとして見たら、もうその絡み合いというか、こう掛け合いみたいなものを本来のこういう決まりでやりますよりも、もっとなんか、なんですかね、寄り添い合ってというか、ちょっと言葉で言うの難しいんですけど、だって決まったメロディーだけで言ったらさ、てててててテレレテテレレテテレレテみたいなね、ちょっとメロディーでね、適当ですけどってなるじゃないですか。でも今2人が歌うとテレレ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 って、このなんか、なんちゅうの、フェードイン、フェードアウト感、アウト感というか、なんか何とも言えないこの混ざり具合で、この入るタイミングとかってもう、キチ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 ってこうリズムで刻んでいった、3、2、1、はいとかではもうね、表せない、まあ、リズム感というか、グルーヴ感というか、もうノリなんですよね。でこの、なんかお互いの、まあ、切っていく時の切り方と、入ってくる時のこの入り方の、なんとも言えないこの絶妙感、赤紫から紫へ、紫から青紫へみたいなちょっと例えがわからないかもしれないですけど、どこで変わったんですか、どこで入れ替わったんですかみたいなもののこう段差がないというのかな、うん、だからすごくこう、なんだろうね、パートとしては結構複雑なことをやったりするのに、一曲として聴いた時にすごい滑らかだから、うん、段差がないって言い方が一番自分の中で今しっくりきてるかな。でも難しいんですよ、その英語のね、前半の部分歌ってる浩一くんの、まあ、リズムというかメロディーの乗っかりであったりとか、途中からこう入ってきてはまた重なってまた離れていくみたいな二人のパートのこう分け方もそうですけど、でサビ行った時はこう同じ動きでこうね、2人で同じフレーズを歌ったりする時のこのガチッとハマった感とか、いや絶対難しいんですよこれ。でもなんか踊っちゃって、途中で右足だけぴょこっとこう曲がっちゃったりなんかしてね、なんか踊りも歌も当たり前のようにやってますけど、そして途中のまあダンサーさん踊ってるところのこう後ろっかのギターのね、あれクラシックギターっていうかフォークギターっていうか、テキ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 みたいなやつが、まあ、見事に楽曲の世界観と合っていて、なんかすごいねやっぱり KinKiKids ってっていう感じいやこれをこの雰囲気でやりましょうってゴールがこうやって見えたとしても、じゃあね、歌のうまい2人、ダンスの歌える、あ、歌、ダンス歌っちゃいけない、ダンスが踊れる2人がやってきて、今みたいな完成形どうぞって言われてね、なかなかできるもんじゃないですね。さっき言ったその混じり方というか、もう息遣いというか、いやすごい、でこれシングルの曲なのかな、そうじゃないのかな、ちょっと私詳しくないで見てて申し訳ないんですけど、でもなんか違うんじゃない、きっとなんかアルバムの楽曲みたいな感じの雰囲気的にね、これでシングルだったら申し訳ないんですけど、いやなんでそういうこと言うかっていうと、ちょっとだから曲の、キャッチーさっていうのかな、サビに行った時のスパーンみたいな、はいここサビですよみたいな、そういう感じっていうよりかはもうあっちこっちですごいレベルの高いことをしてるけれども、そういうキャッチーさよりもなんかそのおしゃれ感であったりとかね、さっき言った声の重なりの難しさみたいなところを、まあ一流のボーカル2人と、それから後ろのね伴奏の人たちで
なんか一曲としてこう世界観を作って楽しむみたいな、ちょっとこうクロート好み曲っていうかね、という感じがするから、まあアルバムの曲かなと思ったんですけど、それも2人が歌うパフォーマンスをすることによって、なんかね、形としてしっかり出来上がっているみたいな、ちょっと凄さを改めて感じました。これボニーバタフライ、かっこいい曲でしたね。これまた、いや、また他にもいっぱいこういうのがね出てくると思います。非常に楽しみですけれども、今回はこのね、特典ブルーレイに入っている1曲目の楽曲ボニーバタフライを見させていただいて、聞かせていただいて、思うままにお話をさせていただきました。皆さん、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。